はいどうも、キスケです。今回ですね、不死鳥と大地の迷路、新カード発表の動画となります。今回はですね、ついに第3弾の魔王枠、デスタムーアの登場です。いやー、皆さん楽しみにしてた方多いんじゃないですか？うん。魔王の中でも、デスタムーアが一番好きっていう方も少なくないんじゃないでしょうか。はい。それでは、早速デスタムーアの能力見ていきましょう。こちらになります。デスタムーア5コスト44共通レジェンドになります。敵リーダーを無気力状態にするっていうことで、また新しい能力ですよね。うん。でその無気力状態っていうのは何か、相手のリーダーのテンションがゼロになり、テンションを上げられず攻撃ができなくなるっていう能力なんですよ。うん。まあ、この画像はコラです。はい、僕が頑張って作ったんですけど、実際に今日発売なのかな、ファミ通の情報により能力が判明したので、これは正式な情報になります。はい。無気力状態、テンションがゼロになり、テンションを上げれなくなり、なおかつ攻撃できなくなるっていうことで、武器を持ってるリーダーが非常に大ダメージを受けてるのかなと思います。例えば王道で言うとテリーですよね。うん。テリーと進化の秘宝を使ったピサロで、まあ、ククールアリーナ、まあ武器持ってるんですけど結構おまけ程度ですよね。トルネコも武器持ってるけどナーフされたんであんまり使われない環境になっちゃったんですけども、まあ、ミネアが結構ミニアとゼシカがノーダメージなのかな、リーダーが攻撃できないっていう点では。ただテンションがゼロになり上げれなくなっちゃうんですよね。うん。これは多分デスタムーアが盤面にいる状態のみの場合だと思います。うん。さすがにこの試合中ずっとテンション上げれずに攻撃できなくなるっていうのはさすがにないと思います。いや、ないでしょう。5コストでその能力はさすがにぶっ壊れなんで、ないと信じたいですね。そうなっちゃうと本当にテリーが終わっちゃうんで。でちょっとね、もう一個不思議っていうか、どういう概念なのかわからない点があって、このねテンションがゼロになるっていうのはデスタムーアが破壊された時に前のテンションに戻っちゃうのか、それともゼロのままでようやく上げれるようになるのかっていう点が明確にはなってないんですよね。うん。まあ、そこで結構大きく分かれてくるのかなと思ってます。はい。やっぱりデスタムーアが破壊されて、例えばテンション2上げた状態でデスタムーアを出されてゼロになっちゃった、でそのタイミングでデスタムーアが破壊されたらテンション2の状態に戻るのか、それともゼロのまま、またゼロからスタートするっていう感じなのか、そこがね、明確ではないんですよね。多分テンション戻らないと思うんですけど、どうなんでしょうかね。戻らないとなると非常に強力なレジェンドカード、魔王なんじゃないかなと思います。うん。まあ5コスト44なんで吹雪の魔女と同じスタッツをしてるんですよね。うん。しかも、まあ、例に挙げた吹雪の魔女に一方的に取られてしまうっていう。うん。もうちょっとね、スタッツ5コスト45とかね、そんなんでも良かったと思うんですよね、魔王なんで。うん。まあこちらはデスタムーは第一形態ですよね。まあ進化する、正体を表すっていう能力を考えてたんですけども、それはなかったね。うん、なかった。だからまあドラゴンクエストライバルズでネタ切れを防ぐためにまた第2形態、第3形態と新しいカードが出てくるのかなっていう気がしないでもないですね。うん。ドルマゲスとかもね、新しい姿で復刻みたいな。ドルマゲス今最近全然使われてないでしょ。だから新しい姿で復活したぞっていう、まあ、そういう熱い展開もなくはないんじゃないかなっていう気がします。はい。で、デスタムーア、このキャラクターなんですけども3つの形態に分かれてるんですよね。うん。まず第一形態はもうこのイラストにもある通りこちらですね。老いぼれじいさんみたいな感じですね。
一番弱々しい姿がドラゴンクエストライバルズで出てきたと。で次が第二形態ですね。こちらです。ムキムキですね。はい、さっきのオイボルじいさんとは打って変わった姿をしております。はい、でお次が最終形態になるんですけども、こちらです。まあこれが一番デスタムーアといえばこの姿っていう人も少なくないんじゃないかなと思います。体がなくなって顔と両腕だけ浮いてるっていう状態の姿ですよ。何回攻撃するんやっていう感じなんですけども、これになってほしかったですね。魔王なんで正体を表して、まあ、縦一列に腕と顔と腕を出すみたいな、そういう能力でも悪くなかったのかなって思うんですけど、まあそれはなかったですね。また新しいカードとして出てくる可能性は十分にあるのかなっていう気がします。でまあカードに戻すんですけども、皆さんこちらどう思いでしょうかね。僕は強いと思います、普通に。やっぱりテンションゼロになるっていうだけでも非常に強いし、このカードが盤面にある場合だと信じてるんですけども、ある場合のみ、テンションが上げれなくなるっていうのも非常に結構痛いのかなっていう気がするんですよね。結構ゼシカとかね、3点で相手の盤面ぶつけて、盤面のユニットでグレンの下級でまあ落とせきれなかったHP をぶつけて落としきるっていう動きが多いと思うんですけども、まあそれができなくなると、5コスト44でテンションがゼロになっちゃうので、こいつが盤面にいる限りはテンションが上げれないので結構ね大変だと思います。ゼシカだとメラゾーマを打ちたくなるユニットなんじゃないかなっていう気がしますね。テリーがねちょっとやばそうじゃないですか。テリーは基本的に、まあ、テンションスキルとか武器を振って相手の盤面を処理して、盤面のユニットとか雷鳴の剣とか武器で相手の HP を削り切るっていう戦い方が主流になってくるんですけども、5ターン目にテンションゼロになって攻撃できなくなっちゃうと、デスタムーアって結構対応するのしんどいですよね。で一旦デスタムーアを相手に預けちゃってブロックを張られちゃう、そうなっちゃうと本当に厳しいと思います。はい、テンション上げれないんで貫通関係ないんでね。だからこれはなかなかテリー殺しみたいな気がしてならないんですけど、皆さんどうですか。まあそう考えると5コスト4号だとさすがに強すぎるのか、マミーの上位互換すぎるもんね。まあマミーは相手のユニットも止めれるんでね、まあそこは差別が効いてると思うんですけど、なかなか強いと思いますよ。悪さしそうですね。出てきたら嫌ですもんね。次のターンコンボをつなげて倒しきってやろうとかね、ククールだと考えるわけですよ。ここはテンションスキルを補って、温存して次のターンリトルライバーンで一気に返してやろうっていう時にデスタムーアが出てきちゃうと、ザキを打つしかないっていう、ザキかホーリーライトでこいつを処理するしかないので、ククールからしても結構嫌なのかな。これは悪さしそうですよ。悪さしそう。デスタムーはまあ魔王なんでね、いやらしい能力はしてることは当たり前なんですけど、はい、まあこれは結構どのデッキにも採用されそうなカードなんじゃないかなと思います。はい、マグロには入らないかな、さすがに。コントロールミッドレンジには結構採用されてきそうなデスタムーアさん、いいですね。はい、出た時の演出とか音楽とかが非常に楽しみです。はい、以上でデスタムーアの紹介し終わったんですけども、皆さんどう思いでしょうか。よろしければね、デスタムーアに思うこと、デスタムーアとの思い出コメント欄でお聞かせいただけたらなと思います。はい、新カード情報出るたびにどんどん動画更新していこうかなと思ってるので、よろしければねチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。もうちょいでね、ありがたいことに1万人突破できるということで、いやーありがとうございます、協力。はい、
初見の方はね、ぜひともよろしくお願いします。高評価もぜひよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンク貼ってるんでね、フォローの方もぜひお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。